先手必勝、うん、先制点が取れないことですよね。ですからゴールがないっていうのがやっぱり一番大きいとは思いますよね、はい。まあ、前節は無得点、前々節の山形戦は5失点、そして、ゴール前シンプルに白は加藤、そして田中、また秋田の方もここはしっかりついています。中に入れてきた、最後は深堀。まあ、ただここでうまくかけますが、ここは白輪の対応。ただ後ろから飯尾が来てボール回収、中にシンプル入れてくる、ヘディング、先制秋田。群馬から移籍しました青木翔太の先制ゴール。青木選手、後ろからこのセカンドからかなり早い位置に入ってきて最後は合わせましたよね。相手の前に出るとチャンスなんですよね、ショートコーナー、山中からレール向こうサイド落としてくる。そうですね、まあ、本当にやらなければいけないことを徹底してやりますよね。まあ、またこういったものも他の選手たちに十分にこう示す、そういったものになりそう。さあここはチャンスだ、ヘディングだ、押し込んでいく、ここはクリア、ナイスキーパー。そうですね、もう本当にボランチまでラインに入ってクリアしますからね。ヘディングゴールの上、クロスバー、もう一回いく、平松のシュート、しかしクロスバーの上。これも岩見選手からいいボールが来て、これよく合わせましたけどね、体をひねり、1対0とリード。終盤の群馬の猛攻を跳ねのけまして、ブラウブリッツは来た、1対0、敵地に乗り込んで3連勝中、好調の群馬から貴重な白星、勝ち点3。